バッジシステムの一端を担うレーダーサイト自動警戒管制組織は1969年から2009年まで運用されていた航空自衛隊の防空式管制システム。略称はバッジシステム。自動化された航空警戒管制システムであり、指揮命令、航空機の航跡情報等を伝達、処理する全国規模の戦術式通信システムである。 2009年7月1日に、後継の自動警戒管制システムに換装された。1954年7月1日に発足した、航空自衛隊は、その6年後の1960年7月より、自力での航空警戒管制組織の運用に着手した。当時の防空体制は、海 -86D 及び海 -86 海戦闘機を、揚撃機としていたが、 警戒管制は下記のような手動運用方式であった。目標発見防空監視所に設置されたレーダーのスコープ上で監視係員が発見鉱石情報表示 SS から音声で報告を受け、防空指令所の表示係員が手書きで大型表示板に表示識別、大型表示板に表示された鉱石情報表示をもとに識別係員が 敵味方識別擁撃から管制官が音声により擁撃機に指令その後、1961年7月18日に決定された第二次防衛力整備計画では、新戦闘機としての海1 4 j やナイキエージャックスなど新たな防空手段の導入が決定されたことから、これと合わせて航空警戒管制組織の自動化が模索されることとなった。 これに応じて導入されたのがバッジシステムである。1962年度より採用機種の検討が進められ、ゼネラルエレクトリック、リットン社、ヒューズ社の3社が技術提案を行った。2度にわたり調査団が派兵されるなど慎重に検討が進められ、1963年7月1日、ヒューズ社が提案した戦術航空化機管制システムの採用が決定された。 決定理由は、完成が遅れることがあっても、ヒューズ社の提案が要求を満たし、費用が最低であるという点であった。なお、1964年12月4日に、締結された政府間合意に基づき、本システムの開発にはアメリカからの財政支援が、なされている。1960年代前半、最初のシステムの受注をめぐり、米メーカー、日本輸入商社、 日本メーカーが3つのグループ、ゼネラルエレクトリック三井物産東芝、リットン日商岩い三菱電機、ヒューズ伊藤中日本電機に分かれ競い合った。1963年4月の決定直前に大幅値引きをしたヒューズが130億円で受注した。その後1966年から1967年にかけて解文書が出回り、1968年1月に、 東京地検が伊藤忠を家宅捜索。3月に防衛庁警務隊が航空爆料幹部防衛課長の一佐を逮捕。3日後に上司の空商補が謎の自殺を遂げた。受注を競い合っていた時期に一佐から伊藤忠に膨大な機密情報が漏れたとされ、その後一佐は自衛隊法違反で起訴、実刑となった。最低価格で受注契約したはずのヒューズのシステムであったが、 その後電子妨害防止装置などを追加したため、1968年完成時までに、かかった費用は当初受注額のほぼ2倍の253億円となった。ヒューズ社がアメリカ海軍向けに開発した海軍戦術情報システムの改良型であるトークスをベースとして、日本はビオトロニクス社が航空自衛隊向けにカスタマイズしたものである。 1964年12月に航空警戒管制組織の自動化として受注、1968年3月に領収され、点検評価を経て、1969年3月26日から、まず全防衛区域で昼間8時間の運用が開始された。当時、府中基地に所在していた航空総対策選手記所がトップとして、システム全体を統括した。当時、 航空方面隊ごとに、北部、中部、西部の3個防衛区域が設定されており、それぞれに防空管制所が設けられていた。実際に、バッジの警戒管制機能の中核となり、溶撃機や地対空ミサイルへの指令を担当する防空指令所もこれに併設されるが、中部防衛区域のみ、笠取り山分屯基地と、峰岡山分屯基地に分割されていた。なお、 システムはアメリカ軍のシステムとも連接されていたが政治的な理由によりこの計画は西太平洋北部情報利用プログラムと呼称されていた。これにより海軍戦術情報システム及び琉球防空システム、韓国防空システムとの連接がなされていた。主要構成機材、機能は下記の通りであった。バッジシステム航空現状表示用コンソール組織。 構成は下記のようなものであった。運用開始直後は DC の容撃計算機が1機のみであったことから、計算機故障時に直ちに手動運用に切り替えられるよう訓練が重ねられた。また SS のレーダー追尾装置も不安定で、オペレーターが目標の探知感度をこまめに調整する必要があった。その後、1975年10月1日より、 揚撃計算機の二重化により24時間連続の運用体制が整備された。なお本システムはアメリカ空軍が1959年により稼働させていた半自動式防空管制組織に続いて世界で2番目の警戒管制システムであった。本システムの成功を受けてこれを開発したヒューズ社は北大西洋条約機構のナチシステムなどこの当時に 世界中で収益しつつあった同種のシステム開発を設計することとなった。初代システムは収益当初は世界最高と言われる能力を有していたものの、1970年代後半になると航空機の性能向上に伴う脅威の増大、及び連接されている周辺システムの性能向上に追随しきれなくなってきた。このことから防衛庁では昭和54年度より、 磁気システムの検討に着手し、1981年8月に日本電機など3社に対して提案要求を行った。これを受け、1982年1月には各社から提案書が提出され、評価した結果、日本電機のシステムをもとに他2社の電子交換機と基地内通信回線を組み入れたものを採用することとされた。 昭和58年度予算で所要の経費が盛り込まれ、1984年3月に自動警戒管制組織の近代化として日本電機と契約が締結された。日本電機を主契約者として1983年から改修が開始された。この改修は下記のようなものであった。ジャッジシステムの防空指令書バッジ改システムでは式 統制機能と通信回線統制機能の統合が図られたものの、その後の C4i システムの拡充に伴い、CCIS は航空相対式システム、また LCCM は作戦用通信回線統制システムとして、それぞれ切り離して整備されるようになっていた。このことから航空警戒管制機能に絞って近代化、機能充実を図ったのが新ジシステム。 自動警戒管制システムである。研究開発は2002年より開始され、2007年3月20日にイルマ基地に配備されたのを皮切りに、各基地等の機器の更新が順次行われ、2009年7月1日に正式に運用を開始した。ジャッジシステムとしての主な回収点は下記の通りである。また、ジャッジシステムはミサイル防衛作戦において、 三自衛隊の共通式システムとして運用されることとなっている。管制施設の特徴として、従来はプロジェクター等の使用により管制室を暗くする必要があったが、液晶ディスプレイ等の採用により通常の屋内と同程度の明るさになった。これにより、管制業務を行う隊員の資格への負担が緩和された。ありがとうございます。